列島。日本の工業について解説する。日本列島は沈み込みたいという地殻変動の大きい場所に位置する関係上大規模な量ではないものの多種の鉱山資源を産出している。1970年代までは日本各地の鉱山は石油、天然ガスは少量であるもののその他は石炭をはじめ金、銀、銅 鉄、亜鉛などの採掘が大規模に行われていた。高度経済成長期以降は、資源の枯渇か低品以下のほか、採掘コストの上昇により価格競争力を失い、多くの鉱山が創業を停止した。現在、創業が行われているのは、石灰石などが中心であり、その他の鉱山は、少数が創業されているのみである。日本列島は少量ながら、 他種の鉱山資源が採掘可能である。少量でも高価値の金や銀の産出量は世界でも上位の時期があった。明治時代に入ると、布告強兵政策のもとに鉱山開発が進められ、北海道や九州北部の丹田や足尾銅山、釜石鉱山が開発された。高度経済成長期の1960年代までは、 各地の鉱山で活発な採掘が続けられていた。しかし、大規模な採掘が難しく、品質が悪い上に、費用もかかるので、価格が安くて、品質の良い外国産の資源が輸入されるようになって、各地で閉山が行われた。21世紀に入っては、技術継承のため、釧路丹田で採掘が行われているのみである。その他の鉱山については、 資源の枯渇や品位の低下、人件費をはじめとする採掘コストの上昇などにより価格競争力を失い多くが閉山に至っている。金や銀については少量でも高収益が望めることから金属工業事業団による組織的探査が続けられ、ひしかり鉱山が発見されるなど創業が続けられている。このほか、硫黄や要素、石灰石、形石は 国内採掘量が未だ十分に多い。石炭日本の炭鉱山椒。古くは奈良時代に道の区国にて砂金が産出されている。その後日本各地で発見され、戦国時代や江戸時代には各地の大名が採掘を行っている。このようなものでは佐渡金山が知られている。金鉱脈の探査は大戦後も続けられており、 1981年には、錦狩鉱山が発見された。21世紀時点においては、錦狩鉱山が、日本の金採掘量のほぼすべてを占めている。銀については、岩見銀山をはじめとして、院内銀山、行野銀山など長期間創業した銀山があった。銅については、足尾銅山、別紙銅山などが創業していたが、これらは閉山している。近代的に、 大規模な採掘が行われた鉱山としては、釜石鉱山が知られる。末期には、どうも採掘していたが、1993年に採掘を終了した。1955年に人形峠でウラン鉱床が発見されている。これは1987年まで採掘が行われていた。防機サイトは、日本国内では算出されない。 鉱山労働については、鉱山保安法で規定され、労働安全衛生法は適用されない。ありがとうございます。